1976年の瀬田駅と周囲約1キロメートル範囲。下が国縫い、おっしゃ万べき方面。市街は北の港側に広がる。駅裏北側に転車台が残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成瀬田駅は北海道瀬田郡瀬田町和座本町にあった日本。 国有鉄道セタナ線の駅である。電報略号はセタ。セタナ線の廃線に伴い1987年3月16日に廃駅となった。1984年まで運行されていた急行、セタナ及びその後継列車である快速、セタナの発着駅であった。セタナ線が廃線になるまでは北海道最西,西端の駅であった。当駅の所在する地名より、 廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅で、瀬田ナ線の終端駅であった。ホームは、線路の東側に存在した。旅客列車の発着に使用する、駅舎側の一番線の西側にホームを有さない、上下深本線の二番線、及び、側線の三四番線を有した。四番線から側線外線分岐し、さらにその側線から、 かつて転車台も有した3月時点では、現存淡水線が分岐していた。転車台は1983年時点で、すでに撤去されている。一番線の延長上は、入れ替え線となっていた。また、国縫い方から、駅舎側に分岐し、駅舎南側の切り欠き木部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。職員配置駅で、駅舎は、 校内の東側に位置し、ホーム中央部分に接していた。木造平屋建ての駅舎は1980年に開業時からの建物の内外装を改築した、庁舎な建物であった。ホームはアスファルト舗装されていた。私の旅スタンプが設置されていた。貨物列車は1980年時点で1日上下3本、運転されていた。2000年時点で、旧校内は、 セタナ町総合福祉センター安らぎ館という施設の敷地に利用され、敷地内のホームがあったと思われる場所に全駅名が記載された旧国鉄セタナ駅跡地記念碑とレプリカの駅名表48キロポストが設置されている。2010年時点、2011年時点でも同様であった。ありがとうございます。